ハイプレボール同盟求人です。新外国人候補四国アイランドリーグ助っ人が驚愕の164キロ計測で争奪戦もロドルフォ・マルティネスということでございまして、はい、今回は新外国人選手候補のお話をしていきたいと思います。その中でもね、日本にいる選手で非常に注目されているのがこのロドルフォ・マルティネスですね。四国アイランドリーグ徳島にいる選手なんですけど、先日の試合でなんと164キロを計測したということでも話題となっております。それを待ってね、こうマルティネスの動画作ってほしいみたいなねコメントもちょこちょこありましたので、まあ、今回はどういう選手かというところ見ていきたいと思いますので、まずは記事からチェックしていきましょう。はい、四国アイランドリーグロドルフォ・マルティネスが164キロ記録。日本独立リーグのパイオニア的存在である四国アイランドリーグプラスの2023年後期シーズンが開幕。前期2位の愛媛バンダリンパイレーツが前期優勝の徳島インディゴソックスの愛媛県松山市の坊ちゃんスタジアムに迎えた一戦では、驚愕の164キロが観客をどよめかせた。その主はドミニカ人右腕、29歳のロドルフォ・マルティネス投手。188センチ95キロのパワフルな体で、前期シーズンの時点で最速158キロをマークしていた剛腕は、10対3とリードしていた6回から3番手でマウンドに上がると、初球から160キロ、163キロと来日最速を更新。そして3球目には自己最速台となる164キロを叩き出した。この数字はもちろん2005年にスタートした四国アイランドリーグプラス所属選手史上最速。また2000年にオープンした坊ちゃんスタジアムでも昨年7月27日の NBB オールスターでロッテ佐々木朗希がマークした161キロを上回る解説最速となる。この日のマルティネスは2回を投げ、1安打1四球無失点、28球のうち19球を投じた。ストレートの平均球速は 159.3 キロ。試合後には今日はとてもコンディションが良かったので164キロが出たのは嬉しい、ありがとうございますと満面の笑みを浮かべたマルティネスに対し、もう NPB 球団スカウトも芝君なども含めて以前より球速が速くなっているのはさすがと、徳島インディゴソックスの球団としての育成能力を含め高い評価を下した。その某 NPB 球団スカウトが触れたように、この日8回から4番手のマウンドに上がったウアン・シーバ投手も自己最速となる157キロをマーク。前期と後期の間にも交流戦勝ってコンディションも維持できているし、選手個々の意識が高まっている、あとはトレーニングをしっかりできればもっと状態が上がってくると思うと、岡本監督も大きな期待をかけるタレント集団は NPB へ向けいよいよ本格化の気配を漂わせているということでございます。はい、ということで、昨日のね試合でロドルフォ・マルティネス選手が164キロ計測ということでございました。平均からしてもね159キロを超えてきたということで、まあ、かなり速いね球速を投げておりました。まあ、ただ松山坊ちゃんスタジアム非常にね球速が出やすい球場ということにもなっておりますので、その辺はね考慮しないといけないなっていうところはあるんですけど、まあでも元からねこのロドルフォ・マルティネスに関しては速い球を投げる選手ということで、他の球場でもね、150キロ後半というのをバンバン投げておりましたので、それを差し引いてもねかなり速い球速台を誇っているっていうのは間違いありませんし、やはり注目の選手にはなってくるのかなというふうに感じます。ではね、このマルティネスどういった選手かというところをもうちょっと詳しく見ていきましょう。はい、では見ていきます。ロドルフォ・マルティネス選手、2013年アマチュア FA で MLB 入り、出身地はドミニカ、1994年4月4日生まれ、29歳、188センチ95キロポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手です。最高球速は約164キロということでございまして、まあ、先日のね試合で出しておりましたが、まあまあこれまでのねプロフィール的にも最速164キロということでございましたので、先日の試合で自己最速タイが出ていたということでございます。で、球種はねスライダー、カット、スプリット、ツーシームなどですね、投げる選手ということでございます。マルティネスは2013年にジャイアンツとマイナー契約を結ぶと、主にリリーフとして経験を積み、2016年に AA に8昇格。しかしそこからなかなか成績を残せず、2019年に AAA に8昇格したものの、1試合の登板のみに終わると、翌年の20年にはコロナでマイナーが開催されずにオフに自由契約。その後は MLB 参加の球団には所属せずに、母国のウィンターリーグを中心にプレーしておりましたが、今年3月20日に日本の独立リーグ、四国アイランドリーグ徳島インディゴソックスとの入団合意が発表されていたということでございます。はい、このロドルフォ・マルティネスですね、ジャイアンツ参加にいた選手でございまして、MLB の経験はありません。トリプル A でも1試合しか投げていないということなので、まあマイナーでもそこまでね、目立った活躍っていうのはなかった選手なんですけど、ただまあ、こう母国のウィンターリーグでプレーを続けて、今年ね、日本の NPB 入りを目指すというところもあって、徳島インディゴソックスに入団したということでございました。ではそんなですね、ロドルフォ・マルティネス、ここまでの成績はというところで、まあ、マイナー時代のね成績も含めてチェックしていきましょう。はい、では成績見ていきましょう。
AA の通算成績2019年までですね、トリプル A では1試合のみと、それも打たれておりましたので、省いてですね、AA の通算を見ていきます。47試合で0勝5敗、4ホールド、5セーブ、47.2 イニング、防御率 6.23、ウィップ 2.12、奪三振率 7.17、四死球率 6.42 という成績になっております。はい、まあ AA ではね、結果が残せておりませんでした。特にやっぱり四死球率ですよね。これが6点台ということになっておりますので、この辺はね、やはりネックだったのかなっていうふうには感じますが。で、マイナー以外でもですね、ドミニカウィンターリーグでも登板っていうのをしておりまして、32試合で2勝1敗 28.1 イニング、防御率 2.54、ウィップ 1.48、奪三振率 7.94、四死球率 6.04 という成績になっております。まあ、ドミニカウィンターリーグ、打点のリーグではあるんですけど、まあ、ここでは通算でしっかり成績残しているということでございます。ただ近年はあまりねドミニカウィンターリーグでも投げていなかったというところにもなっておりますので、まあ、その辺は考慮しなければなりませんが、でそして注目の四国アイランドリーグの今シーズンの成績、前期後期合わせてですね10試合で2勝1敗 15.1 イニング18奪三振8四球被安打15、防御率 2.35、ウィップ 1.50、奪三振率 10.57、四死球率 4.70 という成績になっております。はい、まあ独立ではこのような成績というところになっておりました。最初の方先発もやっていたりして、そこはあんま活躍できなかったんですけど、リリーフにね固定されてからは、まあ、ある程度ね安定した成績になっているのかなというふうに感じますが、速球を見ていきましょう。マイナーでの活躍っていうのはなかったんですが、四国アイランドリーグで投げている球速帯は NPB でもトップクラスを誇っており、奪三振率もまずまずというところでございますので、独立リーグからの補強ではかなりのハイスペックな選手かなっていうふうに思いますね。まあなんといってもやっぱ球が速いっていうところが一番ね、目を引きますし魅力ではあるのかなというふうに思います。先ほども言った通りね、松山坊ちゃんスタジアム、球速が結構速く出がちではあるので、まあそれまでのね、独立での最速が158キロというところを考えれば、まあマイナス 4,5 キロぐらいは見積もっていた方がいいのかなっていうふうに思うんですけど、まあそれであってもね、やっぱまあ160キロに近い球を投げれる選手で、まあ平均もね、155、6キロぐらいはあるんじゃないかなっていうふうには思いますので、こう独立リーグからの補強と考えると、なかなかね、そんな速い球を投げる選手っていうのはいないのかなっていうふうには思いますので、その時点でね、まあ本当魅力かなっていうふうに思います。一方で制球力や変化球の精度、クイックなどの課題は目立つので、NPB でどこまで通用するかは当然未知数ではあります。やはりね、彼の場合は、まず四死球率ですよね、ここが高いということになっております。マイナー、ドミニカ、ウィンターリーグ、そしてまあ四国アイランドリーグでもそこはね、共通している部分でございます。まあアイランドリーグではまだね、見れる数字にはなっておりますが、これが NPB に来ればどうなってくるかっていうところではありますよね。で、やっぱまっすぐは速いんですけど、変化球の精度っていうのもまだまだですし、クイックとかね、フィールディングとかにも課題はある選手かなっていうふうには思うので、やっぱまあこう全体的に荒い選手ではあるんですよね。まあなので、取ってね、こうすぐバリバリ活躍できるかっていうと、まあどうなのかなっていうのが当然ねあるのかなっていうふうに思います。まあその辺はね独立リーグの選手で言うと誰でもね当てはまるのかなっていうふうに思うんですけど、まあただそれでもやはりこう低リスクで獲得できることを考えれば調査に乗り出す球団もね少なくないのかなっていうふうにはやはり思ってしまいますよね。まあこれだけ速い球を投げれて、で成績もまずまず残しているということになっております。独立リーグから獲得するねメリットとしてはもうすでに日本にいるのですぐね加入っていうのができる、それプラスですね、なんといってとても年俸が安いということです。今年ねもう独立リーグから NPB に日本ハムでですねハンソン選手がいまして、彼がまあ大体1500万円、まあ MLB 経験している選手でそれくらいの年俸でございますから、このマルティネスの場合はもっともっとね安い金額にはなってくるのかな、おそらくまあ1000万円切るか切らないかぐらいのね感じになってくるんじゃないかなっていうふうには思いますので、こうコスパ的には非常にいい選手にはなってくるのかなと、まあ活躍すれば低リスクで安い年俸で獲得できて美味しかったなってなりますし、活躍しなくともですねそれはそれであまりコストがかかっていないのでそれほど痛くはないのかなっていうところでございます。まあ最悪1軍で力になれなくても2軍で試合を回してくれる要因として働いてくれる可能性もですねあるので、そういう意味ではやっぱまあこうねコストパフォーマンス的には優れているのかなっていうふうに思いますし、であれば全然ねどの球団も取りに行って損はないのかなっていうふうには感じますよね。はい、というわけでまあこうロドルフォ・マルティネス見ていきましたが、で近年の独立からの補強っていうところもですねチェックしておきましょう。はい、ではね独立の助っ人というところで見ていきましょう。
近年独立から獲得した助っ人投手ですね。まあ、過去5年間くらいね、遡っていきましょう。まずはタバーレスですね。獲得が2022年ということになっております。リーグが NOL。といってもね、前年まで BC リーグに所属していたというところでございますので、まあ、ほぼ BC リーグみたいなもんですが、リーグ成績は12登板で12イニング0勝0敗2セーブ、防御率 0.00 という成績残しておりまして、中日に入団いたしました。ただ NPB では3登板、3イニング0勝0敗防御率 6.00 ということになっておりまして、活躍できずにオフにリリースということになっておりました。で、2021年にはダニエル・ミサキ選手、巨人に入団いたしました。リーグは BC リーグですね。28登板で28イニング3勝0敗1セーブ、防御率 3.54 という成績残しておりまして、まあまだね、年齢的にも若いっていうこともあったので、育成選手として獲得ということでございました。ただそこから2年間在籍して、試合下に上がることができずに、昨年オフにリリースということになっておりました。で、2020年にはフローレスという選手がいまして、これも BC リーグですね、から獲得ということでございます。22登板 130.2 イニング9勝7敗防御率 2.00 というね、成績を残してオフシーズンにロッテと育成契約、そこから試合下に上がってという流れでございました。ただ14登板で 22.1 イニング2勝2敗1ホールド防御率 7.66 という成績になっておりまして、あまりねこう活躍できずと、で翌年でもう1年間いたんですけど2年で退団ということになっておりました。でもうちょっと前に行くとですね、2018年、元広島にいたヒース選手ですね、広島を退団して BC リーグに所属しておりました。でそこのね活躍を目につけた西武が獲得いたしました。独立戦は7登板で9イニング1勝0敗西武、防御率 0.00 で、西武に入って1年目は42登板で 39.2 イニング4勝2敗9ホールド13セーブ、防御率 2.50 ということで、素晴らしい活躍をしておりました。で同じく2018年のバリオス、彼もね、元ソフトバンクの選手でございまして、まあ、関西独立からソフトバンク、で、リリースになって BC リーグに行って、DeNA にね、今度は入団と。18登板で 97.1 イニング、10勝4敗防御率 1.39 という成績を残して、その翌年に DeNA 入り、14登板で54イニング、2勝5敗防御率 3.33 と、まずまずの成績を残していたということでございましたが、はい、まあ、こうやって見ていくとですね、NPB 経験して独立に行って、また戻ってきた選手に関しては、まあ、活躍を見せているんですが、ただまあまあちょっとね、近年は新規獲得した助っ人選手っていうのはあまり振るわずというところでございました。まあ彼らに関してはね、こう安く取ってきて働いてくれれば儲け者みたいなところもあるのかなというふうに思いますので、こうフローレスくらいのね活躍でもまあまあっていうねところだったのかなっていうふうに思うんですが、まあただちょっとこう結果が出ていなかったことの方が多いのかなっていうふうに思います。ただね、今回のマルティネスに関してはですね、レベルの高い四国アイランドリーグということになっております。まあ BC リーグもね、決してレベル低くありません、アイランドリーグと同じくらいねドラフトで輩出はしているんですけど、やっぱ実力的には四国アイランドリーグの方が高いかなというのが近年の傾向でございますので、そこを考えればね、あまりこう入団してこない四国アイランドリーグの助っ人選手ということになっておりますので、プラスにはなってくるんじゃないかなっていうふうには思いますし、ここね手頃な補強手段としては全然ありじゃないかなというふうに思いますので、要注目かなというところではないでしょうか。はい、では今日は以上です。最後ネットなの見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。茶野も活躍してるし、言ってほしいなロドマルということでございます。はい、そうですね、先ほども言った通り四国アイランドリーグ、レベルが高いということになっておりまして、近年ですね、こう1年目から NPB に来て活躍する日本人選手っていうのも少なくありません。それで言うとですね、今年に関しては茶野選手っていうね、オリックスに入った選手がいるんですけど、育成入団で早々1軍に上がって、こう長打はねあまりないんですけど、高いミートセンスと守備走塁が秀でていて、今もうほんと普通にねレギュラーとして出ておりまして、規定にも立っていて打率2割7分ということで、まあめちゃくちゃ活躍しているんですよね。まさにこう独立の星というぐらいでございますが、まあさらにアイランドリーグ出身で2軍で活躍している選手っていうのも、ここ1、2年で非常に多いかなっていうふうに思いますし、去年で言ってもね、楽天の宮森選手は1年目から試合下に上がってバリバリやっておりましたし、2020年入団には阪神の石井選手がいて、こう試合下レベルで毎年ね戦える選手っていうのを輩出しているリーグということになっております。まあなのでやっぱね、そこのリーグで活躍しているロドルフォ・マルティネスであれば、まあこうそこそこねやってくれてもおかしくはないのかなっていうふうに思いますが、まあとはいえですね、やはり独立のレベルということでございます。そこでね結構
構まあフォアボール出してヒットも結構打たれて、ウィップも 1.50 ということで低い数字ではないので、やっぱ課題はあるのかなっていうふうには思うんですけど、まあそれでもね、ちょっとこう NPB で見てみたい選手かなっていうところはありますよね。で、こちら見ていきましょう。横浜巨人のクルーンが161キロ出して大騒ぎしていた頃は、日本人投手がポンポン160出して、ましてや高校生や独立リーガーまでもが160投げるなんて夢にも思ってなかったということで。はい、そうですね。まあやっぱこう、球速に関しては、もうどんどん速くなっていってますね。まあ日本だけではなくね、メジャーや、まあ、KBO とか、その辺見てもね、全然もう変わってきているのかなっていうふうに思います。まあ佐々木朗希選手や大谷選手が出していたように、独立リーガー、まあ外国人選手ではあるんですけど、こう簡単に160キロを出す時代にね、なっているのかなというふうに思います。まあなので、今回はこのロドルフォ・マルデン選手をご紹介いたしましたが、ドラフトにおいてもですね、ちょっとこう、四国アイランドリーグの選手、非常に球速が上がっている選手が多いので、今のうちからね、ちょっと注目しておきたいところかなっていうふうには感じますが、で、今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せのゲームセット、ありがとうございました。